はい、こんばんは、こんにちは。 Xbox 360版 Fallout 3 ジェファーソン記念館探索編第2話ですね。リベットシティのドクター・リーの話では、ここにお父さんが向かったってことでね。で、前回到着したんですよ。で、中探索今進めてるって感じですね。で、データ違う。ね、クエスト。ジョーカープロジェクトもうんぬんでね、いない。そんな感じで、父親のホロテープ。で、場所の手がかりを探すっていうことでね、昨日の探索の続きをしていきます。イエー。で、昨日はね、下に降りてきて、このね、ミュータントズね、ケンちゃん倒して、ベッドで寝て、中断したとしてね、そっからもうそのまま再開する感じですね。見たところね、あ、こっちが目的地っぽいね。なんだけど、ローカルマップ。目的地がすぐそこですね。だけど、ちょっと寄り道をしよう。ちら、いるね。動いてない、タレットかな？いますね。一発です。横にトランクあった。何でしょう。スーツケース。タバコのカートン。大きなウイスキー。まな板。10ミリピストル。まだ下続いてんの？まあ、目的地がこの階なんですよね。で、こっち右で到着だから、こっち探索かちょっとよ。水？雪？こちら。ちょっと怪しいね。ちょっと降りてみようか。あ、ちょ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 。クリップボード。あ、でこっちにつながるわけね。あ、なるほどなるほど。だから結局は、ちょっと待って。現在使用できません。これは応答がありません。まあ、電源が入ってないからね。で、ここ、そうだよね。水の浄化だよね。水の浄化をしている。よいしょ。よいしょ。持ち上げれないか。動かないね。まあ、だから、寄り道しないで、ちゃんとね、ナビゲーションに従って、行きましょうってことですね。じゃあここ左ってことか。お、お、イエーイ。ご、重いね。これはボッカー。ボッカー。
ランチ？なるほどね。ブリッカーン。あら、いけないな。うん、とりあえず手持ちがいっぱいなんで、あのね、アイテムで合成しちゃいましょう。アサルト、これね。で、コンパクトショットガンが欲しいんだよね、もっといっぱいね。うん、ハンティングライフルいっぱいだね。これとこうやって、こうやって、こうやって、OK。OK。じゃあ、行きましょうか。まあ、多分ここだね。手がかり。メモを追加。ショットグラス。スコッチ、ショットグラス。うん、ここで寝れそうだね。ベッド寝れるね。マグカップ。浄化プロジェクト、いろいろ。で、これを見ないといけないってことか。データだね。ノート。そこで俺は原点に戻ったんだ。ジョーカープロジェクトだよ。そう、俺たちは世界を変えたかったんだ。本気で命の水ができると考えたんだ。だからこそ今が重要な時期なんだ。19年経った今でも俺はまだそれを信じている。浄化プロジェクトは実行可能だし、実行されるはずだ。これは始まりに過ぎないんだ。なるほどね。エントリー9、一気に飛んでるね。そんなわけで俺は戻ってきた。浄化プロジェクトが最後のエントリーから20年近く経ってる。俺は全てを捨てて息子のための人生を送ることにしたからだ。なるほど。その間ボルト101過ごしてきた。他の世界から隠れての生活だったんだ。完全なものじゃなかったが安全だった。それにそれ以上は望んでもいなかったんだ。そして息子は成長して大人になった。ハンサムで賢くて自信に満ちている。父親に言ってな認めるのは辛いが、もうあいつに父親は必要ない。なるほど。あの、こっから結構日が空いてるってことね。帰ってきてここでこの録音を取って、その後ってこっちだね。このプロジェクトの復活を試み始めて2日目だ。ポータブル融合炉を1台稼働させているんだが、非常照明とシステムをいくつか動かすともういっぱいいっぱいだ。今のところはこれでなんとなるが、メインフレームを強化するとなると助けが必要だな。リベットシティのマジソンを訪ねてみるか。リベットシティのドクターリー・マジソンと話をしてきた。ご期待通りの結果さ。要するに彼女から見れば俺は完全にイカれちまってるらしい。まあ無理もないだろうが、彼女には彼女の人生と研究チームがあって、現実的で具体的な研究成果を上げているんだ。そこに俺がのこのこやってきたわけだ。失敗と偽りの権化だな。とは言っても実際にはマジソンと彼女の研究チームがどうしても必要なんだ。だが俺一人ではどうにもできない。ジョーカープロジェクトは俺一人の手には負えない代物だ。それにキャサリンもいないしな。クソ、こんな風にまた断ち切れさせてたまるか。なるほど。で、これに続く。一連の検査では確定しなかったけど、第二ろ過システムに問題があると。マジソンお願い。機器を調べ直して明日もう一度やってみるわ。そうすれば、ジェイムズ、やめて。仕事中よ。今はそれどころじゃないでしょ。じゃあ次の段階ね。結
ジェームス何やってんねんって。ジェームス、やめてよ。ちゃんと記録したいんだから。放射能吸収剤で問題箇所の検査に取り掛かるわ。そうすれば、ジェームス、今はそんな場合じゃ。あったね、まだ見てないな。ああ、なるほどね。でもなんかちょっと文章足りなさそうだよね。まだ足りてないか。ちょっとマップ見てみましょう。まだ探索してないとこがあるってことだよね。シフトポンプ、まあ行ってみようか。さっき行ったよね。あ、なんか電源みたいなのあるね。そうだよね、階層が違うってことか。潜るとかもしかして。見えんな、見えんな。これちょっと潜った。ダメか。一回あっち側見て、やっぱりそのアクセスなんとかくぐってかなきゃいけないのかな。あの入り口の方にあったんですよね。とりあえずここもないから来ないよね。この辺ないしね。エンテカム。ちょっと待って。ちょっと待って。ワク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 。ダメか。よいしょ。特にはないな。じゃあ戻ろっか。ここがあれだよね。矢印に従うとするならば、まだちょっと戻らなきゃいけないってことか。ああ、ちょうどここがさっきのね、真上ね。なるほど。点滅してるんで、そっちに向かっていきましょう。なるほどね。懐かしいね、ここ。昨日の今日の話なんだけど。
ここか？昨日ここ見たんだけどね。外回り、下の。はい、入らないで。調べ忘れたかな。ちょっと危ない危ない。ないな。でめっちゃ点滅してるよね。機械なんか触れるとこあんのかな。ないね。なんか人いると。人いるよねあれ。こっち行こうか。点滅するね。で、一番最初来た時このねアクセルトンネルっていうのが気になったんだけど、結局行かなかったんですよね。だからとりあえずアクセストンネルってとこ行ってみましょう。だって入ってすぐここだったからね。行ってみましょう。怖いじゃん。ちょっとホラーです。キャピタルウェストランド。どこに出るんだろう。どこだよこれ。シフトポンプ。何これ。なるほどね、そういうわけか。先に言ってくれよ。なるほどね。あの父親はあそこでなんかやったってことね。ましょう。
戻ってきたけどさ、結局さっきの方向のとこ行かなきゃいけないってことだもんね。で、この辺取りこぼしてるのあるとか？あるね。取りこぼしてるのあるね。マップ。もうやっぱ結局さっきのとこ入れってことだもんね。よいしょ。まあちゃんとナビゲーションに従って行ってみましょう。で今度こっち向くもんね。でも上行っても何もなかったから下行くしかないってことなんだけど、なんか下に落ちてるとか、この辺、この辺なんかちゃんと見よう。下見よう。人いるもんね。ちょうどここなんだ。ちょうど真下？ハマって出れなくなるとかそういう落ちないよね。となると違うんだな、ここは。だけど明らかにそこを指してるもんな。しかもここに敵配置してるから明らかにこっちに来いって誘導してるもんね。だけではダメそうだな。あ、あった。本があるじゃん、ここに。なるほど。とりあえずここで見ろということね。はあ、戻ってきてよかった。戻ってきてよかった。あ、これでちょっと話がつながるね。正直聞いてみましょう。ゲックは空想しか聞こえなかった。タテ・ブラウンほどの能力を持った者にとってもそれはもう奇跡というほかなかった。完全な無生命体が生命を作り出す惑星改造モジュールなんだ。だがこれは実在していて、幾多のボルトには実際に配布されていた。核戦争の後に使うため、ボルト101は残念ながらリストには入ってなかった。もっと深く調べてボルト112の予約リストにブラウンの名前が使った。俺だって能なしじゃないけど、この男なら俺ができなかったことにたやすく成功してたのかもしれない。この男が集めた知識はまだボルト112のホール内に残されているんだろうか。日誌、ホロテープ、コンピューターの記録、ひょっとしたら実験結果も。もしブラウンという天才の知識の断片でも得ることが、浄化プロジェクトが実現するかもしれない。なるほど。ボルト101に来てからも浄化プロジェクトの研究をやめることはなかった。初めの頃は夜になると制限区域に忍び込むのが日課だった。そこで俺は特に目的もなく使えるものはないかと探していた。そこはボルトテックの施設だったんだ。この国の史上最高の技術を駆使して建設されたものだったさ。ここで
特に役立ちそうなものが見つかることはなかった。ある日の夜、俺はスコッチでほろ酔いになって監督官のオフィスに侵入したんだ。監督官のコンソールをちょいとハッキングして閲覧制限ファイルにアクセスしたんだが、そのほとんどはゴミ同然だったが、プロパガンダ、再報告書、くだらんことが長々と記されているだけだった。だがその中に一つ際っている名があった。ドクター・スタニスラウス・ブラウン。もちろんブラウンの研究のことは知っていた。その時代でも名の通ったボロテックの科学の魔術師だった。彼のその魔術のような科学技術に同僚たちは彼を恐れていたのさ。だがその晩、ボルト101の監督官のオフィスで、ブラウンがボルトテックの社会保存計画に関与していることを俺は初めて知った。彼はゲックと呼ばれるものの研究をしていたんだ。エデンのその創造キット、頭文字を取ってゲック。なるほど。俺はボルト112に行って、この浄化装置の稼働に役立ちそうなブラウンの持ち物を探すつもりだ。分かってるのは、それがエバーグリーンミルズの西にあってガレージのようなものの中に隠されてるってことだけだ。だが見つけてみせる。見つける必要があるんだ。もうそこまで来てる。だけどそれは浄化プロジェクトの話だよな。もう少しになってから一番長いんだ。ブラウンが欠けたパズルピースを持ってるかどうかだな。なるほど。ボート1に入る。ここか。ちょっと距離あるね。大冒険になりそうだ。まあ、とりあえず一度出ますか。ここはセキュリティフロア、行ってみようか。なるほど。さっきのとこね。だけど今変に動いてたよね、目的地マークが。関係ないか。まあ素直に出て、ワールドマップのあっちの方でね、探索。しなさいってことですね。どうだっけ？チェック。キャピタルウェストランド。誰と、よいしょ、ほい。スーパーミュータント、こいつスレッジハマだっけ。スレッジハマ、なるほどね。ボルト11に入る。どんどん物語が動いてきました。今倒れたね。よし、じゃあこれで一回ね、家に帰って
こう。メトロ駅からちょっと歩くか。こうやって行こうか。ロブコからでもいいけどね。まあ、とりあえずね、一回ね、メガトンに帰って。うん、これで、普通に無事に、ね、ジェファーソン記念館編、完結ですね。まあ、とりあえず、うちに帰って。うん、じゃあここでね、今回はここで切りますね。完結ということで、次回、ボルト112を目指します。はい、お疲れ様でした。